ベルムード2世は、レオン王、通風ーー王と呼ばれた。オルドーニョー3世の子として生まれた。982年、ラミロ3世に対抗する、ガリシア・ポルトガル貴族に押されて、ベルムードは自ら王位についた。この王位三脱は、950年代に始まった、王位継承危機の延長として見られている。三脱の時のベルムード派は、ゴンサロメネンデスが束ね。 ダミロ三世派はロドリーゴ・ベラスケスが率いていた。982年、ベルムードはサンティアゴでコンポステーラ大聖堂で大冠式を行った。彼の大冠には二つの教会内の派閥対立が絡んでいた。当時のサンティアゴ司教はベラスケスのコペラーよであり、モンドニエード司教アリアスペラースと共にそれぞれセラノーバやサンマルティンデラリンの修道院へ追放されていた。 地方からのベルムードに対する指示は限られており、彼はコルドバのカリフからの保護を必要としていた。彼の治世の当初、カスティーリははるかに不安定であった。そしてアルマンソール率いるコルドバ大衆軍は同盟軍ではなく征服軍としてやってきた。991年から992年、ベルムードはレオンの上級貴族の反乱によって国を追放された。 しかし彼はすぐに復活して反乱派と和解した。ベルムードは最終的にイスラム教徒からサモーラを奪還した。しかし987年までイスラム教徒を完全に追い出すことはできなかった。このことがアルマンソールの報復のきっかけとなり、彼はコインブラの街を破壊した。コインブラを包囲した後、レオンが略奪され、ベルムードはサモーラへ逃げた。イスラム軍は 侵略を続け、996年にアストルガを攻略、997年にはサンティアゴを襲った。999年、ベルムードは患っていた通風に苦しむようになり、乗馬も不可能になった。イベリア半島北西部のキリスト教徒の軍事指導者である彼はその後担架に乗って旅をした。彼は999年に、 ビリアヌエヴァデル・ビエルソで死んだ。最初から聖土修道院に埋葬されたが、後に、レオン大聖堂に移された。最初の妻、ベラスキータ・ラミレスとの間に、カズメを設けた。二度目の妻、エルビラとの間には、三子を設けた。ありがとうございます。